はい、皆さんこんにちは、アジでございます。大航海時代5じゃないわ、ごめんなさい、2ですね、セーブさせてください、やっていきたいと思います。よっこいしょ。さあ、イスタンブール行ってコーヒー売りましょう。イスタンブールだったらちょっと航海士の方いないかもしれないですけどね。ちょっともうちょっとマイナーなとこ行かないといけないのかもしれないですけど、もうちょっとなるべく高いところで売れる、コーヒーが高いところで売れるところとして、いう感じでしょうかね。コーヒーもね、カイロともうちょっと、もう一個ね、ありましたから、安いとこ見来たんでね。はい。だから、今、イスパニアと仲が悪いはずなので、イスパニア関係の同盟国に行ったら、入るなって言われるかもわかんないですね。はい、オスマン帝国。もうこの紅白の紅白のもう人間がね。はい、あ、560、まあでもいいか。はい、フルで売っときましょう。はい、商品がありません。わあ、もう金が63までいっちゃった。でまたこれ値段下がるので、でスイフ見つけに行きましょうか。あ、何時？朝の5時40分なのか。もうこれで販路の方は問題なくなりましたね。あと一騎打ちどうするかですけど、まあでも いらないっちゃいらないのかな。イベントでちょっとやられましたけどね。はい、いやいや、売るんじゃなくて出るだけです。6時20分じゃ開かないんだよな、あそこね。スナックは8時にならないと開かないんで。すごい健康的なところだね。健康的とか、でも夜中結構深夜までやってるので、不健康といえば不健康か。はい、酒をおごりましょう。はい。はい、航海者いませんか？マルティンバー、みんなうちの人間ですね、これね。はい、じゃあ逆にあれか、航海者と話す。でも、あなたたち、情報くれないんだよね。くれないから、一緒か。となると、ダメだったので、もう売ってたっけ？あ、そうか、私、売ったね、もう。行かないと次。あ、ここだね、港。で、帰りにもう一回ボルト寄った方がいいのかな？今何日だろう？で、出港しましょう。21日。ああ、もう、あ、いいですよ。積み荷一覧ね。次、コーヒーどこがいいですか？アレクサンドリア湖。よいしょ、港移動ね。アレキサンドリア。航海士が今一番の、もう航海士が喉から照りが出るほど欲しいね。あとちょっと、ね、戦艦の戦いっていうのを、海戦か。海戦をちょっと、勉強しないといけませんね。ワンも結構ね、面白かったですけどね。慣れたらすっごい面白かった。はじめ、何これと思いましたけど。なんか変わった感じと思っても、もう後半なんかやりたい放題でしたもんね。あれの味が忘れられない。はい、アレキサンドリア。この2買ったのはもう一度あのワクワクをもう一度っていう感じなので、さあこれで全部売れたかな。はい、売却、あ、投資じゃないです、投資じゃないです、ごめんなさい。売却です。はいはい、これおいい額で売れますわ、もうこれ。はいはい、商品がありませんと。82金か。行きましたよ。さあ、ここで。あ、いやいやいや、スナック。あ、またなんか嫌な感じしかしないんですよ。嫌な感じしかしない。道迷ってない？もう。はい。なんかまともな地図出てこない気がする。
あ、酒場あるじゃない。あ、ギルドね、この酒場あるじゃない。あ、これか。気づかなかったってか、すぐ隣だったのね。はい、酒終わりましょう。あまりしつこく怒らなくてもいいと思うんですけどね。はい、さらに格好わかりません。言ってると思います。ロッコさん、マルティニア、バルバベ、あ、ゴメスさん、ベルナルド・ゴメスさん、はい、おお、いいいい。効果事情一応聞いておきましょうか。大したやつはいなかった。もう一人いますね、ここね。先送りましょう、どん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 。当然は自信があるんだぜーと。サクイタイ。ダメかい。唐突力に自信があるって言ったらいいですよね。経験って何の経験足んないの？戦の経験が足んないから、それ言われると仕方がないんだけどね。おお、ダメだ、この人なびかないわ。あとバンフィロさん。あら？あ、バンフィロさん違うのか。あ、この人だけか。ダメか。ダメなんだね。もうちょっと怒ってみましょう。もう金たらふくあるからね。私の何が足んないんだろう。ダメかい。おお、まだダメなの。ああ、仕方ないね、残念です。いけると思ったんですが。さあ、じゃあ、回路に向かいましょうか、とりあえず。よいしょ。回路は一撃でいけるかな。あ、いや、ボルドに向かうんですね、まず。補給で560で、こっちも560。あ、無理だね。マックスだね。で、こっちにマックスね。で、こっちにマックスね。で、こっちもマックス。あと、あれだね。教会に寄付して、あ、ここできないんだ。ボルドーにしましょうか。はい、85日間出航できますと。こっからはちょっと手で行こうかな。ちょっと待ってね。上陸しましょうか、いっぺん。上陸ね。はい。で、財宝探索。あ、目新しいって言ったか。ダメだね。じゃあ、手で行きましょうか、今回は。ああ、ここ、ここも行ってみましょうか。よいしょ。ちょっと寄れるところの酒場を寄りまくって。さあ、どう行きましょうか。スナックだね。あ、今回はいい時間についてますね。うわ、そっか、朝方だったのか、これ。いい時間なんか行っちゃったけど。はい、あ、宿泊しません。港の支持率ね。あ、オースマン帝国か。航海者いますか？ファンさん好きだね、ファンさん、ほんとに。はい。赤の男が。さあ。ちなみに、あ、ここ、酒場女さんいなませんわ。ロッコさん、ユニクさん、マルテンバン、バンフィオーリードさん、ニコロ、あ、いませんね。じゃあ、行きましょうか、そのまま。ほんと、公開時情報がね、喉が手が出るぐらい欲しい。はい。ベネチアの方とか、ベネチアだっけ、イタリアの方とかもね、イタリアの裏側ではなくて、
あ、こっちにもあるね。あ、セーブしとかないといけないね。またドンパチされると。あ、アテネ久しぶりだ。ギリシャですね。一応セーブしときましょう。はい。もう無駄なことはせず。あ、酒場右上ね。はい、あ、酒場のさん見てみましょうか。ギリシャのミュリネさんね、情報聞きましょう。あ、なんか普通の人でね。おほほ、秘密ね、いいですよと。公開者と話しましょう。アンソニー・ジェイソン。おお、公開者情報聞いてましょう。サロニコ国で大したやつはいなかったと。頼むよ、もう来てほしい。よし、どうだ。おお、あ、来た。よろしくで帰ってきたこと。嬉しいね。酒おごっちゃおう。はいよ、ジョンフェルにおごってもらえたわと。サロニコ校って言ってないのかな。じゃあちょっと情報見てみましょう。人物情報ね。人が増えちゃって誰が誰なのさっぱりわかんないんですけど。アンソニー・ジェイソンさん、あ、これか。お、砲術持ってるわ。で、測量も持ってるね。これはいいね。公開レベル、あ、能力低いけどレベルが低いから、いいです、いいです。さあ、これでもう一隻作れるようになりましたよ。じゃあ、向かいましょうか。どんどこどんどこ。はい、出航しましょう。はい、さあ、どん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 探していきましょう。お、当てによかったですね。あ、そうだ、ドンパチされないうちにセーブしておこう。これでね、ドンパチされてまた人雇うとこから始まるとちょっと辛いもんね。おお、310枚、いいです、いいです。もう1万枚ぐらいでもいいですよ。いや、ちょっとね、コメントでもお返しした内容なんですが、もし、このゲームで海賊でね、もう上陸していなくても海賊行為だけで暮らしていけるんだったら、私もう港いらないかもしれないですね。ワンはこれが厳しかったんですよ。はい、アンソニーさんの公開レベル上がりましたと。ワンはこれがめちゃくちゃ厳しかって、敵のね、軍艦をやっつけてもね、しょぼいんですよ、持ってる資源が。2はもうちょっと楽しませてほしいんですけどね。もう港に行かなくて済むならもうずっと行きたくないからね。もう、あ、これはアイテムさん、あ、アイテムさんか。あ、4分岐だがいりません。あ、もうこうやってもう最初これ見ましょうか、港地図ね。あ、ダメだね、こっちには何もないと。酒飲みたいだけなんですけどね。あ、あったあった。はい、酒を売りましょう。これで中精度を上げて、はい、で航海者と話す。エンリコさん、マルティン、バンフィロさん、うちだね。あ、みんなうちか。バンフィロさんうちだね。ね、うちでした。でここは用なしですね。さあ、ボルドーに帰るまでにこういう感じで行っときましょうか。まあ、この感じだったら、航海士の方20人、30人雇ってもいい気がしますね。まだこっちも行けるでしょう。これ多分イタリアの背中かな、
後ろの方かな、長靴としてみたらね、だったと思いますんで、はい、ベネチアですね。ベネチアが後ろか、裏か、イタリアのね。なんか私もうね、ベネチアとベニス、あまりよく分かってないんでね。どっちでもいいんだけどね。さあ、ここの、坂本女さんも見てみましょうか。ジアナさんね。情報聞いてみましょう。あ、ビッピーさん。ビッピーさんというか、もう髪型がいいですね、私的には。はい、先ほど降りましょう。はい。さらにここめちゃくちゃしつこいね。公開シートを話して、フェルナン・ピントさん、いた？お、あら？どっかで見た人だ、これ。まあいいや、ガンガンおごろう。あれ、この人一度仲間になった気がする。おい、これでいいかな。はい。50枚高いなぁ。まあいいでしょう。フェルナン・ピントさん。バルボアさんうちだよね。バンフィアさんうちだね。ジャン・ラムジオさん。おう。おう、いいね。公開者情報なんかあるかい？この街の前は気に入ったかいか。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ぐらいでいいかな。13いっちゃおう。はい。あ、今度は30枚ね。よし、やっておきましょう。あ、もうこれで、もうバッチグーじゃない。先ほどときましょうね、もう一回。サゴニカコめちゃくちゃ言われるね。さあ、今何人余剰がいますか、人に。いや、こっちじゃないね。人事変更かな。いや、違うね。船長変更だわ。で、こうやった時に、航海士で出る人が余剰の人だね。1人、2人、3人。え？ 5 人いる？おう。あ、もう十分だ。もう十分です。さあ、あ、なんで入ったの？あ、マウスがまたあのとこあるからか。これで、ボルドーに帰ってもう一席予約しましょうか。一席二席予約しましょうか。何これ。あー、これあれかな、銀行。あー、銀行ね。まだいいか。出金何本あります？496,297枚。100万超えてますね。ちょっと船作るんでね。ボルドー帰って船作っちゃいましょう。で、投資5万できたらもう一回5万してみましょうか。で、これかな。あ、違うね。違ったね。親父のとこだね、これね。さあ、ガレオン軍団で。ガレオン軍団早く作りたいね。なんか神よみたいな感じになっちゃったけど。さあ、これで、ボルド帰りましょう。あと、性能のいい方は、縁があったら合うでしょう。あの、航海士の方はね。とりあえず頭数揃ったので。さあ、これでボルト行きましょう。あ、時間超えちゃったね。じゃあね、この辺で終わっておきましょう。大航海時代2終わっておきます。どうもありがとうございました。